皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、日本日付で、7月の26日、12時27分、ワールドメッセージということなんですが、以前エネルギーの残存量問題に関してお話ししました動画、字幕をつけまして YouTube の翻訳機能で、ある程度の精度で翻訳世界中の方たちにできているものがあるんですが、そちらをご覧になられた後、今から私の方で申し上げる、エネルギーの残存量問題に対する、対策ですね、3つの節約についてまずお話をいたします。これは、オリンピックの解体と万博に関する国際条約も撤廃して万博もしない、余分にエネルギーをたくさん消費しますから、国連の理事会と経済理事会がありますので、そちらの方で、あとはニュースなどで放送すると、ガソリン車の生産を、完全停止です。これは、重機等も含めてトラックバスも含めてです。今までたくさん作ってきたものが余ってますから、そちらの方が、バスに関してもガラガラになっているのが、この世の中の現状ですので、とにかく、ほとんどの人は、90% 以上の人は確実に、電車バス等で移動できます。ですので、ガソリン車の生産停止に今更迷う必要はありません。本当は26年前から、私が申し上げてたことですから、これはできていないと見てもらったらいいです。早急にこれは、世界中各国の、政府上層部の人たち、経団連の人たちで一致団結して早急に行わなければなりません。期限は今年いっぱいです。今年いっぱいで、ガソリン車の、生産停止。もし企業はしなかったら、生産を停止しなかったら、国の方から法的に工場への電力の供給止めるべきです。止めたらいいです。20億人の命の方が上です。世界中の本当の人口はだいたい20億人くらいです。もうだいたいでしか言えません。表記してる人口嘘です。80億人いません、この世の中、世界中で。それはホームページ淡井圭介の51番等を見てもらったり、他の動画でも、説明しようと思っています。万博と、オリンピックの解体と、スポーツ振興法とかそういった法律もいりません。いらない法律も、たくさん削除できます。覚えやすくなります。後の世代の人たち楽になります。ガソリン車の生産停止、あと一つ、三本の矢、もう一つあったんですよ。ごめんなさいね。今、多分頭の中取られてますね。で、何せスポーツ界は経済原理だけにとどめて、でスタジアム等を一切作らなかったりだとか、そういったことも含まれるんですが、わかりました、思い出しました、エレベーターのある建物を作らない、50年近く少子化がほとんどの地域で、続いていて、人が減ってるのにエレベーターが必要になるわけないんですよ。建物が小さくなっていかなければならないですから。余計なショッピングモールをたくさん作ったから余計な面積がたくさんなくなったんですよ。で、実際の人口とはかけ離れてるから、ショッピングモールを作ったからショッピングモールが倒産するんですよ。だ、本当の人口の表記とかも世界中の国が今の国境内の人口を正しく世界に公表して、自分たちの国内でも正しい GDP と、その GDP について減っていかなきゃおかしいなんですよ。上がっていったら浪費が激しすぎるなんですよ。それがイコールエネルギーの消費なんですよ。だから今まで皆さんが聞いていた世界と、人によってももうどこまで知ってるかによって違うんですが、真逆なんです。経済発展イコール悪いことで、資本主義はそこまで正しくないなんですよ。
要するに資本主義、もっとはっきり言うとお金に物言わせてるだけなんですよ。その給付金に関して日本の政府等が行っているのは、これね、あのガソリンの販売価格とかを、レギュラー、日本全国一律でどこの地域も1リットル220円だとか、それぐらいの金額で販売するんだったら分かります。なぜなら、この辺りだったら、この間まで、レギュラー1リットル164円とかで販売してました。安すぎたんですよ。1リットル200円ぐらいで販売すればよかったのに、長い間安く売っていたから、220円で、20年間ぐらいは、販売しますよと、こういうことになってくるんですよ。能登半島の人たちのところは1リットル198円ぐらいで見ましたよ。だいたいそれぐらいな値段で。だから例えば昭和シェル、今は、まあコスモ石油さんはコスモ石油さんでしょうし、エネオスさんはエネオスさん、まあある程度あの企業合併も石油メーカーも繰り返してますので、その傘下であるわけですから、レギュラーのガソリンの価格があれだけ、安くなってる時点でおかしいんですよ。田舎には田舎の不利さがあるんですから、その辺のところを一律の値段で、改定しなかったらダメです。これは都市部の人たちのわがまま非常に過ぎます。で、高いビルに関して30階建てぐらいの建物でエレベーターが6機8機ついていて、しょっちゅう人が出入りしていて稼働しているようなところは年間電気代だけで1億円以上かかってます。日本円で、まあちょっと分かりにくいかもしれませんけども、補助金等もついてますので、1ドル100円ぐらいの為替相場で、物事を見てもらったらいいです。ということは大量のエネルギーを消費してるっていうことなんですよ。高層ビルほどとんでもない建物はありませんっていうことなんですよ。ほとんどの建物を3階建てとか4階建てとか5階建てで、廊下もつけないで、もともとの公営住宅はそうだったように階段がいくつかあって、とにかく余計なものを作らないっていうことなんですよ。で、エレベーターを設置してなかった。これが正しい社会だったんですよ。以上です。皆さんチャンネル登録、よろしくお願いいたします。過去365日の、動画の再生時間が、遡って、3000時間なり4000時間を超えて、チャンネル登録者数の方が500人なり、1000人なり超えたら、まあ、私もまだそこまで到達してませんので、特に再生時間の方ですね、今まだ1700時間ないです。1600数十時間です。だからまあちょっと、高いハードルではあるんですけども、まあ、この動画で、いろいろ、字幕他国の方でも見られるような形にして、エネルギーの残存量問題とその対処の仕方、まずは節約の部分、まあ、次の動画で、まあ、新しい電力、私の考案していた河川水門開閉式地下水流ストレートトンネル、回転扉式発電というものと、かまど発電とメタンガス抽出場、まあ、こういったことについてご説明させていただきたいと思います。今回の動画は以上です。皆さん、長い間ご視聴ありがとうございました。今後もご視聴のほどよろしくお願いいたします。